演じられているんですけれども、ちょっとその前に難しい言葉なんかを説明させてから語らせていただきたいと思います。じゃあお願いいたします。はい、次、吉原の別名、秋葉原でね、秋葉とかいろいろ呼び方があるのと同じようにですね、吉原といっても同じ歌の中でも里、古和と書いて里と呼んだり、中とか五丁町、五丁町ってこの町名が一番最初5つあったので五丁町と言ったりとかですね、このメインストリートの名前を取って中野町と呼ばれたりとか、ちょっと中へ行ってくるわみたいな感じで、呼ばれてきた。次お願いいたします。さあ、みんなの憧れ遊女のマムです。みんなが高いお金払って相手してくれるマム、相手してくれるオイランの方が自分のことを好き、これみんなですね、憧れの存在です。で、一生懸命オイランのところに通えばいつかは自分のことを本気で好きになってくれるんじゃないか、そういう希望のもとで皆さん通っておられたそうですけれども、マムがなければこの世は闇と言われてですね、一番の代表的なラブラブ関係はですね、歌舞伎なんかに出てきます揚げ巻と助六ですねの関係なんかが、マムと呼ばれています。遊女もですね、お店によってはマム禁止って言われたところもあるらしいんですけれども、やっぱり毎日あんまり好きじゃない人と接客ばっかりしたら嫌になってくる、一人ぐらい本物の恋人がいてほしい、そう思うので、まあ心中したり足抜けしたりね、借金作ったりドロドロのことになんなけりゃ、まあ一人ぐらいいいよと許してくれるお店が多かったそうです。次お願いいたします。ところで最後のクイズ、これを当ててください。これは私のお弟子さんに圧倒的に有利の番組ですけれども、オイランとマムの関係ではなく、次のカップルの中で、この中でオイランとマムの関係ではなく内縁関係の夫婦、内縁姫もね、八つ橋に通い詰めてもう自分のものにしちゃおう、どうしてもそれで身受けしようという話が持ち上がっていくわけです。で、その吉原では一対一で当人同士がそういう話をすることはありません。まずオイランを身受けしたいんですけどっていうお店に話をしている、どれぐらい払えばいいですかっていうお店にもう話がついている今の状態で、ところがですね、この茂山栄之丞、まあいろいろ話の筋はあるんですけれども、この佐野の次郎左衛門に身請けされるということを知ってですね、お前あっち行っちゃうわけみたいな、俺どうなんの、って言ってこう攻めます。で、八つ橋はですね、間に立って板挟み、でマムがね、じゃあね、あいつをもうみんなの前で恥かかして振ってみろよ、そうしたらお前の気持ち信じてやる、言ったわけです。そこで八つ橋はこう佐野の次郎左衛門が田舎からですね、もうあいつとは、ね、八つ橋とはね、もうほとんど夫婦みたいな感じ、もうお客と遊女という感じじゃないのなんて言ってですね、友達をいっぱい連れてきます。友達が本当かお前、本当に八つ橋身請けできんのとか言いながら田舎から出てくるわけですけれども、みんなでどんちゃん騒ぎしてる時にこの八つ橋が佐野の次郎左衛門のことをもうコテンパンに、あんたなんか最初から好きじゃなかったのよみたいなこと言って振っちゃうわけです。で、本人はすごくごめんと心の中でごめんねって思いながらそういうことを言うわけなんですね。陰でこっそり茂山栄之丞が見てるから。ところが佐野の次郎左衛門傷つきます。もうすごい傷ついて田舎に一旦帰ります。だけど次お願いいたします。佐野の次郎左衛門は伏線としてこの妖刀カゴツベっていうのを持っています。妖刀というのは怪しい方なので、新内これから歌う中に水もたまらぬカゴツベというのが出てきますが、ピカッと光って、でこれを持ってるとちょっと人殺ししたくなる、そういう刀を持ってて田舎に帰ったけどもうムカ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 腹が立ってどうしても我慢できない、もう一回お店にね嘘をついて、まあ前のことはいいからもう一回もう身請けしようって言わないからもう一回ちょっと
八谷さん、あなたのお客になりたいんだよって言って、お店の人も、ああ旦那もこの前は本当八谷が失礼いたしました、何ですか、またお客になってくれる、ありがとうございます、というわけで2階へ上がって、八谷と2人っきりになったところで、八谷よくもこの前はひどい目に遭わせたなということでバッサリ切ってしまう。それだけならいいんですけれども、あの周りに、あ旦那ちょっとやめてとか言ってる人たちをみんなバッサバッサと切り倒して